一緒にくびれを作るストレッチやっていきましょう。まずは座ったまま脇腹を伸ばすストレッチです。あぐらの姿勢になりましょう。片方の手はお尻の斜め後ろに置いて脇腹を伸ばしていきましょう。この時お尻が床から浮かないようにします。前のめりになると脇腹が伸びないので胸を天井の方に開くようなイメージです。一緒に綺麗なくびれを作っていきましょう。余裕のある人は腕をぐるぐる回してあげると肩周りもスッキリします。反対側も行いましょう。お尻の斜め後ろに手をつきます。しっかり呼吸をしましょう。ストレッチは伸びている時に息を吐き、縮めている時に息を吸うのが基本です。余計な力が抜けるとよりストレッチが深まります。首を長くするイメージで肩を落としましょう。余裕のある人は腕を回してみましょうね。次はあぐらのままねじりのポーズです。リラックスして行いましょう。あぐらの姿勢で上体をねじり、膝の上に手を置きます。反対側の手はお尻の後ろにつきましょう。胸を開き背中をまっすぐにします。この時もお尻が浮かないようにしっかりねじりを効かせることで美しいくびれが作れます。鏡を見るのが楽しくなりたいですね。反対側も行いましょう。息をふーっと吐くと同時にねじりを深めてあげるとストレッチがしやすいです。自分の呼吸に合わせてねじりを深めましょう。お腹周りが変わってくれるとモチベーションが上がりますよね。自分の好きなお腹になれるように毎日続けていきましょう。次は背中を丸めて深呼吸をする動きです。両手で大きなボールを抱きかかえるようにして背中を丸めます。そのまま天井の方に腕を伸ばし両手を解放していきましょう。肋骨を引き締めて調整するストレッチです。くびれを作るにはお腹だけじゃなく肋骨をしっかり締めてあげるとバランスが良くなります。ウエストだけでなく胴体全体を整えるように一緒に頑張りましょう。次は仰向けで膝をパタパタと動かすストレッチです。膝を90度に曲げて左右に倒していきます。足の付け根が伸びているのを感じながら自分のペースで行いましょう。骨盤の位置が正常になると腰回りのカーブも綺麗になってくれます。この動きはスマホを見ながらでもできるのでぜひベッドの上などでもやってみましょう。足が軽くなりますよ。次は仰向けでねじりのポーズです。お腹の力を抜くのを意識しましょう。片方の膝を曲げて反対側に倒していきます。この時無理に膝を床に近づけようとしなくて大丈夫です。両方の肩が床から離れないようにしましょう。吐く呼吸でふーっとお腹の力を抜くと自然にねじりが深まります。力を抜くことでストレッチを深めましょう。反対足です。しっかり呼吸に意識を向けましょう。膝をゆっくり曲げて反対側に倒れます。肩が床から浮かないように深
深い呼吸をしましょう。吐くときにふーっとお腹の力を抜いて、足の重さを使ってねじりを深めていきましょう。次はキャット&カウの動きです。四つん這いになっていきましょう。肩の真下に手首、腰の真下に膝が来るようにします。息を吸いながらおへそを床に近づけて、吐きながら背中を丸めていきます。目線はおへそです。繰り返しましょう。丸くするときは背骨一つ一つ動かすように、肋骨を引き締めるストレッチです。バランスのいい体を目指しましょう。次は背中のストレッチです。四つん這いの姿勢から肘をつき、頭の後ろで両手を合わせます。おでこを床につけて、肘でぐーっと床を押していきます。このポーズ、背中がめちゃくちゃ伸びませんか？肩甲骨がめちゃくちゃ気持ちいいですよね。背中は腰回りとつながっているので、しっかりケアしてあげると綺麗なくびれにつながりますよ。最後のストレッチです。かんぬきのポーズで脇腹を伸ばしていきましょう。体の真横に足を伸ばします。つま先は横の壁の方を向けましょう。そのまま上体を横に倒していきます。脇腹のストレッチです。この時も前のめりになると脇腹が伸びないので、胸を天井に開くイメージで真横に倒れましょう。自分のできる範囲で大丈夫ですよ。最後ですよ。反対側を行いましょう。軸足は床に対して垂直になるようにしましょう。胸をしっかり開いてあげると前向きな気持ちにもなりますね。しっかり自信を持って自分の体と向き合いましょう。自分の体を変えられるのはいつも自分です。一生ものの自分の体に今日も感謝していきましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。かなり脇腹のあたりが伸びたんじゃないですかね。くびれを作るためにはしっかり肋骨を締めてあげて、骨盤のあたりも整えてあげることが大事です。しっかり今日のストレッチを毎日続けてみてください。一緒に腹筋もやると効果的なので、ぜひやってみてください。じゃあまたね。お疲れ様。